どうも、クッキーでーす。どうも、トイです。はい、今日は何やるんですか？今日はですね、はい、皆さん先日、天使の実あんねんっていうね、あの詐欺したサムネの回覚えてますかね？ちょっと、あ、人気がある。何やろ、その詐欺したサムネって。早々の実、しくし。シュクシュク、シュク、あ、早々の実、シュクシュクの実、ヒトヒトの実、現住種、モデルエンジェル、今後登場しそうな悪魔の実、6000ワンピースっていう回をやったところですね、はい、非常に好評いただきまして。そうなんです、だってもうワンピースってたくさんの悪魔の実が登場してるわけなんですけど、そういよいよ水系かな、魔王の実っていうものが出てきまして、さらに現住種、清流っていうものも98巻でね、カイトの悪魔の実の正体が分かったわけですけども、現住種だけのびっくらポンなんですけども、魔王の実とか、これ実はトキトキの実とかチートキルとか、いろんなものがありえるんだったら、この先どんなものが出てくるのかちょっと予想できるんじゃないかということで、2人でね、意見を持ち寄ってやったところ、もすごい再生されまして、そう、なんと再生数29万回、そして高評価2000以上で、みんなの考えてくれた悪魔の実紹介するって言ったら3121、コメント1000件、すごくない？コメント1000件ってなかなかやな。いや、すごいことなんですよ、これは。だからこれ高評価が高かったら、はい、コメント欄に来たみんなの今後出てくる悪魔の実予想を僕たちが10個ずつ選んで、そう発表するみたいなことをやるんだよね、今日ね、はい、ということで今日はみんなで考えた悪魔の実大賞2021、完全に公式みたいなランキング発表したんですけど完全に超えちゃうだけですよ、これやってるのは。かっこ非公式。そうですよ、誤解したと思うのでね。はい、ということでね、はい、早速じゃあ発表していきましょうか。そうですね、はい、じゃあどっちからいきますか？僕からいきます？わかりました、じゃあお願いします。はい、じゃあ僕がコメント欄から選ばせてもらいました今後出てきそうな悪魔の実、一つ目なんですけども、はい、こちら、イキフキホムラさん、イブキホムラさん、ちょっとごめんなさい、はい、読み方わかんないですの、たくさん書いてくださってるんですけども、トリトリの実、モデル、ヤタガラス。やった！そうです、もうね、ヤタガラスって言ったら世界で最古の秘密結社、ブラ天皇なんか言われてまして、そうですね、まあ、小焼スタジオの方のテーマになるんですけども、秘密結社の中でも最上位というふうに言われてたりとか、でさらにヤタガラスって皆さんちょっと馴染みないかもしれませんけども、サッカーのね、日本代表のマークにもなってたりね、三本足のね、あのカラスのことなんですけど、天武天皇とか、まあ、ちょっと興味ある方はね、ちょっと長くなっちゃうんだけど、ちょっと端折りますけども、調べてみてほしくって、古来より言われのある指針となるような大切な、まあ、カラスであると、はいはい、はい、いうことなんで、幻獣種の不気味さもありながら希望もある、でも技名とか全然わかんない、そういうのがなんか後半に出てきたらちょっとおもろいなみたいな、まあ、そうですよね。実際戦国時代もね、鉄砲隊でヤタガラスっていうのは存在したんで、まあ、そう戦いという面においてもね、非常に強力なんで、ちょっと期待です ね、 そうそうね。しかもトリトリの実は幻獣種って言ったらさ、モデル何があります？それはやっぱ不死鳥でしょ。そう、不死鳥があるように、ちょっと不死鳥って陽の感じじゃん、ヤタガラスちょっと陰な感じです。あー、なるほどね。こういうね、なんか戦いがあっても面白いなみたいな。現にさ、黒ひげのね、一味だって、まあ能力全然分かってませんけども、幻獣種一人もう明らかになってますやんか。キュービーのキツネ、おー、あれも幻獣種なんで。確かに。そう、ほとんど幻獣種だったら面白いなと思って。まあスケスケの実とかもあるんやけども、幻獣種でもう僕らが想像もできないようなところ来たら、最後のバトル熱いと思いませんか？おー、なるほど、幻獣バトルやられるよね。なんでなんで、幻獣がたくさん出てくるんやろうね。なんでそれ、忍界対戦みたいな二重の戦いになる。だからキュービー戻ったから。あ、なるほど。そう、はい、亀とかも多分おるんやろ。まあ、ということで僕の方の選びました悪魔の実一つ目は、アイミーさんからいただきました。ヒトヒトの実、幻獣種、モデル風神です。僕らってドラゴンって一生風の実やって思い込んでる節あるじゃないですか。ルフィのお父さんね。そう、風を操るんだろうなっていうのは、このローグタウンのルフィの出航の時にルフィが処刑されかけたじゃないですか。で、ここでグワーンって雷が落ちてきて、すごい風が吹いたと、はい、それはお父さんが息子を助けたんちゃうんかっていうことから、まあ、一生風の能力なんじゃないかっていうことが言われてるわけなんやけども、そうでもカイドウとかも僕ら一生ヒトヒトの実モデルオーガなんじゃないかとか、龍々の実モデルドラゴンなんじゃないかと言うとったけど、ここに来てモデル風神っていうのがすごい熱いなと思ったんですよね。聖竜だったかも。そう、だからもう神的な存在がこれから先の悪魔の実はどんどん出てくるって考えたら、戦国もなんか神様みたいなもんじゃないですか、大仏っていう。大仏やな。そう、風神雷神とかもおってもおかしくないなと思った時に、これもしドラゴンがワルの国で来るなら、こいつ風神様やん。なるほど、風の実ではなくて風神ということでも風にものすごい特化したような。そうなるんだ。そういうこともありえるのかなと思ったんですよね。え、じゃあ雷神もおる？おる。そんな生きて大丈夫ですか？
どこで出てくるんですか。いや、ちょっと分からへんけど、あのエネルとの兼ね合いもあるから、ちょっと分からへんけど、おるかもしれんやん。はい、まあ、ということでそれは思いましたね。なるほど、はい、いや、僕らでは想像できないようなとこ来るから、すごいね、みんなね。そう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 、あ、ちょっと気づいてる方もいると思うんですけど、お互い10個ずつ、まあ、合計20個出すんで、今日めちゃくちゃ長くなります。すごい長い回する。はい、もう6分経ってるからね、1個しか言ってないのに。そうですね、ぜひね、あのお茶、ジュースと、ポップコーンなんかを用意して、ゆっくり作業用 BGM として聞いてください。はい、じゃあ僕の選んだ2つ目の悪魔の実なんですけども、こちらです。リクダです。理由をお話しします、さんからいただきました。ありがとうございます。名前が気になりすぎるやけど、お話ししてくれ。はい、ドキドキの実。ドキドキ、ドキドキの実、どういう実なんでしょうか。2つ目あるんですよ、これ。2つ目、ラブラブの実。ラブラブ、うん。続いてイチャイチャの実、恋愛系の、うん。続いてゴムゴムの実、ゴムゴム、うん、ゴムゴムはでもルフィ。続いてナエナエの実。以上です。これどうして紹介されたんですか。うん、いや、いいかなと。ほう、どうすか。いや、なんか、なんすかね、なんすか、なんすかね、あの、ポケモンで金の玉もらった時のような複雑な心境になってますけど、今。え、なんかおじさんの金の玉だよ、大事にしてね、みたいな。え、なんかちょっといやらしい感じ見てます。いや、全然。え、いやらしい感じなんですか、これ。いやいや、5個ね、あげてくれる熱心な方がいらっしゃるので、はい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 、ちょっと紹介したんです。はいはいはい、でそこでね、あの、もう一回投稿者のお名前振り返りましょうか。うん、ディグダです。どうですか。ちょ、ディグダを怪我すんじゃないよ。い、俺じゃないもん、書いてんねん。ゴムゴムの実しかもあるし、怒られるよ。で、これ書いてる時ニヤニヤしてたんだろうな、投稿者のね、これ。にちゃーって言うとったやろね。にちゃー言うて、はい、ちょ、読みましたよ、これちゃんと。はい、こんなんが2個目で出てきても今日もうやめてしまうかもしれないや、女子たちが。女子見てへんやろ、どうせ。あ、そう、まあいいか。このチャンネルはね、90% の男子でね、もうほぼ男子校みたいな環境なんでね。うんうん、まあ、というわけでね、僕のほの2つ目いきます。はい。お眠り。眠の実、眠の。眠の実ですね。寝とんか。いやいや、起きてる。あの、チャンネル、ヤシャオニさんからいただきました。ちゃんと呼んでる、名前は。CH ヤシャオニさんからいただきました。はい、ありがとうございます。はい。まあ、これ多分、無限列車編がすごいお好きなんでしょうね。あの、眠の実の眠り人間ということで。え、でもジャンゴとかおるやん、こうやって催眠術。え、でもあれは催眠術じゃないですか。はいはい、はい。だから、もう、あれの上位互換。なるほど。相手を眠らせる能力。ほうほうほう。多分、悪夢とかも時代に見せれると思う。あ、そんなのできんの。お眠り。先に変わってるから。はい。はい、まあ、でも、まあ、実際無限列車って一つの映画のボスになるぐらいの能力やったわけじゃないですか。まあまあまあ、本編の中やけどな。そう。じゃあ、そう考えた時に、これワンピースでも敵が持っとったりしたら鬱陶しくないっていう。あ、鬱陶しいな。強制睡眠の能力が強いなと思って入れました。なんかシンプルな攻撃やけど、意外と今まで出てこなかったかな。そうそう。なんかこういう状態異常系ってあんま出てきてないや、あの、ヒドラぐらい独特の、マゼランのね。でも海軍にいたら便利よな。その辺の雑魚海賊ともどんどん眠らせて、うん、でスモヤ出てきて、あの煙で囲って、でヒナに全部ロックかけてもらうみたいな。確かに、なんかコンビネーションみたいな。ああ、なるほどね、うんうん、じゃあヒナ、スモーカー、エムの3人でね、これから先は。エムあれ3人でね、あのしっかりやっててほしいですね。ハゲの月出てきたけど。はい、ということで続きお願いします。はい、じゃあ僕の選んだ皆様の悪魔の実3つ目なんですけども、はい、こちらです。 SJ イロハ小町推しさん、ありがとうございます。はい、この方もたくさん書いてくれて面白いんですけど、うん、この下から2個目のメタメタの実を僕注目しました。ほう、はい、メタル人間ということで。あれ、え、何ですか。え、知ってるぞその実。え、そう、なんで。え、僕ら横浜のなんか DX シアターみたいなところで、このメタメタのやつ見に行った。え、メタメタでした、あれ。本当にあれ、なんでしたっけ。ちょっと忘れたけど、あの記憶からもエディットしてますよ、そんなの。メタル人間って意外と出てこなかったなと思ってて。ほう、そう、めちゃくちゃ多分強度強いんですよ。ああ、ダイヤモンドジョズとかも鼻クソみたいな。いや、ジョズかわいそうやん。救われへんやん。そう、しかもなんかメタルってやっぱ強いし、漫画的にも映えるやん、アニメ的にも。ドラゴンボールの映画でもクーラーがメタルクーラーになって登場した時あんねんけど、うん、あの時のメタルクーラーの絶望感がエゴかったんよね。やっぱ悟空とベジータが束になってもやっと一体倒せて、でも続々の崖の上から出てきてる時の絶望感。そう、だからメタルなんたらみたいなのってすごいやっぱ漫画とかアニメの王道だと思うねんな。はい、なんかキラキラしたフォルムで、はい、俺も技考えた。メタルラックっていう。もうそれなんかね、ラックや、並べてるやん。小田先生やりそうじゃない、こんなん、ね、ちょっとやりそうやん。メタルラックって、まあ、確かにね、エビマヨネーズとかをね、漫画に描いちゃう人だからね。ご覧みたいな。なかなかコーナーでも売ってないよみたいな。誰が分かる。メタルラック5段分かるか、お前に。これを見た瞬間、あ、もうこれはすげえ技まで出てきてるわってことで選ばせてもらいました。あ、そう、はい。まあ、僕は T800 とかやと思ったけどね。スカイネットなりそうみたいな。ターミネーター2に T800 って出てくるんですけど、うん、そいつの能力です。液体とかにもなったりします。そうそうそう、はい、シュッ、
それです。はい。で、必殺技はメタルラックです。はい。では、僕の方、行こうと思います。キューピッド・キューピッドさんからいただきました。ありがとうございます。緑アマモウミウシ、これは多分クサクサの実モデルウミウシなんや。え、僕この間のね、緑牛が食食の実なんじゃないか、で植物を操れて光合成できるんじゃないかってことを言うとったんやけど、実はこの緑アマモウミウシという一種にも光合成できるやつが出てくるらしいのよ。ああ、なる、植物の名前なんだ。いや多分ゾーン系のウミウシやと思う。あ、なるほど。なんかゾーン系の中だけ植物じゃなくて光合成できるタイプの生き物。そう、だから僕らはすごいパラミシアなんじゃないかとかロイヤなんじゃないかと思ったんやけど、うん、実はゾーン系でも緑牛の可能性あったやなと思って。おー、そう、しかも緑牛の牛とね、牛がかかってるっていうのをおっしゃるんじゃないでも牛の実ウミウシやったらちょっとなんかそれは動物的にどうなって感じしますけどね牛ではないからね、ウミウシは。いや、ちょっと小田先生のなんかミスリードちゃうかなと。いや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 、海にね、おる生物ということで、まあ、カイドウのね、ウオウボの実もそうやったように、まあ、この水生生物とかも、あ、実になるんやと思った時に、このウミウシっていう着眼点めちゃくちゃ面白いやんって思ったんですよね。いやー、すごいね、視聴者さんね。そう、多分この人は普段理科の研究室とかで、まあ、こういうことを調べてる人やと思うんやけど、ウミウシ調べて3年が経ちましたみたいな。だって短いな。いやいや、そんなもんでしょはい、ありがとうございます。いいですか、続いて4つ目なんですけども、はい、ピースサインさんからいただきました。ありがとうございます。ヨネズさん、ではないんですよ。じゃあヨネズって書くやつじゃん。あ、そっかムキムキの実、単純な筋力増加と書かれてますけど、それは、うん、もしかして、うん、ちょっと続けていいですか。いいですか、なんとこれ細かく書いておりますはい。 30%、50% と相手に合わせて調整でき、 100% になれば本気のレイガンすら相殺できると書かれてます。あ、いつも悠々白書のネタを楽しんでいただきありがとうございます。ピースサインさん、はい、はい、ありがとうございます。これすごくないですか。いや、あなたヒロアカっぽい名前よりすげえ古い作品持ってくるのね。なんだなんだなんだ。いやいやいや、これあれでしょ、悠々白書のトグロの失礼、考えてくれた人も悠々白書のわけないやん。だってワンピースのチャンネルですよ。ちょっと待って、レーガって書いてるやん、出てこいで。レーガに興味、ワンピースに。レーガって令和になっても言うてる俺らぐらいやで、ね、俺らと一番くじの会社と、あの舞台とここの人しか言いたいんや。すごくない ?30% と 50% 調節できるんですよ筋肉を。え、すごくないですか。ただ、獰猛な文字だったらこれぐらいかな。 30% ぐらい。そうそうそう。じゃあビル壊せたらこれぐらいかなみたいなルフィと戦うことだったらフルパワー 100%、 重度 100% って言うの。いやいや、ひどみで死んでくやん。絶対ヒュッサインちゃうやん。ということで、B 級上位妖怪の方ありがとうございました。めちゃくちゃ否定するやん。じゃあ続きまして、僕の4個目はヨーグルトさんからいただきました。ありがとうございます。はい、僕も毎日ヨーグルト食べてます。太陽の能力のギラギラの実、月の能力のチカチカの実とか、天体系あったら面白いと思います。ちょっといいですか。はい、僕の5個目、サンサンの実。サンサン、太陽の力で同じようなやつもう1個選んだんですよ。ロギア系、サニサニの実、過去太陽。おお、すごくない。え、すごっ。え、マジですか。すごっ。え、すごっ。一応ね、僕たち被らないようにスタッフに送るんだけど、うん、なんでこうもタイミング被るやろな。え、すごっ。この紹介するタイミングは、え、前もなんか被ったよね、なんか天使となんか悪魔みたいな。そう、え、すごくない、ホッサマや。こちらはちなみにライトさんっていう方と、はい、なんて言うんだろうな、これなんて言うの。いや、わからへんわ。名前さんなんですけど、はい、モスわかる、モスバーガー。おうおうおう、モスバーガーのモスって何のやつか知ってます。知りません。はい、はい、MOS とか来ますよね。はいはい、マン、ヤマン、ヤマン、オーシャン、オーオーで、最後 S が3なんですよ。へぇ、だんだん大きくなっていくんですよ。はぁ、あ、はぁ、あ、つまり太陽が最強っていうことなんですよ。なるほど、だからね、星野源さんも売れたんですね。そうだね、うん、はい、いや、ですね、天体系の能力あったら面白いちゃうかっていう話したかったけど、あんたがボケたからこんな変なことなんだよ。いや、もう最悪やな、ほんまに。ほんま、謝ってほしい、この3人に。謝ってほしい、ほんまに。ないやねん。いや、すごい面白くない、天体系の悪魔の実っていう発想が。いや、すごいよ。そうそう、だからサンサンの実か、まあ、サニサニの実か、ギラギラの実か、まあ、分かんないけども、太陽に関することで考えたところになったよ。いや、だからもうサニーを悪魔の実食ってたみたいなことがあり得るかもしれないですよね。ねえ、だからこちらでは太陽の力も漫画のペインパッカーみたいな技を使いますということなんですけど、これハンターハンターのフェイターの技やと思うんやけど、はいはい、自分の受けた技を蓄積した分だけ相手に返して放出系やと思うんだけど、っていう技が使えたりとか、だからメラメラの実の上位互換何やったっけ、
マグマグ、そうそう、来てるよね、うん、そうっていう上位互換があるんだったら、うん、じゃあさらにマグマグの上の上位互換もあって面白いと思って、じゃあもう最強やん、太陽やから、そうそう、だからマグマをもう溶かす、なるほどね、燃やし尽くす、サンサンの実でエースの敵を打つみたいな、いいサボもう浮かばれへんやん、メラメラ食ってもあ、俺弱いやつ後半できへんやつじゃん、だからあれだよね、人影リザードリザードンみたいになる可能性があるってことよね、そうそうそう、人影がメラメラで、リザードがマグマグで、実はその上のリザードがまだいるんだよみたいな、そうそうそう、それがサニサニだぜみたいな、そうそうそう、まあでもイム様とかってほんまに天体系の実とか食っててもおかしくないじゃないですか、いやふさわしいというかね、だからそうそうそう、ね、だからもうね、ナルトの最後に出てきたの大月かぐやみたいな、もう何でもありだよみたいな能力じゃないですか、そうそうそう、もうそういった意味で天体系っていうこのスケールの大きさ、実際宇宙の存在ってのはたびたび匂わされてるから結構あるかなと思ったんですよね、ねえ、じゃあ僕の5個目いきます、ゆうたさんからいただきました、はい、逆さかの実です、はい、杯なんですね、でまあ杯って関係ないねんけど、ずっとどこ行ってんいやほんまにな、逆さかの実はですね、はい、あらゆる物体の上下左右前後を逆に錯覚させる能力なんです、え、ちょっと難しい、もう分かりやすく説明して、これもう分かりやすく説明すると、これ今逆さまになったやろ、なんか そんなんまた見たことあるな、俺なんか鬼滅の刃で住屋敷編でそう、ポン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 叩いてなんか屋敷ぐる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 なんかマジックハウスみたいなやってたけどああいうことですか、まあ、ああいうことっていうよりかはどっちかっていうとその相手の認識だけを変えるんで、そのブレイチの平子真嗣みたいな、うん、その能力にすごい近いかなと思うんですよね、だから僕らは普通に平行感覚バグらへんねんけど、相手だけバグってるから、あれお前右におったはずやろ、なんで左に行ってるんやっていう錯覚を起こしてしまって、すごいちょっと思いついちゃったかも、これさ、ほら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 おったやんか、おおペロンが、はい、あれ技が唯一効かなかった麦わらの位置もおるやんか、ウソップ、そうウソップがもともとネガティブだったからってことで、はいはいはい、耐性があったやんか、はい、同じ逆さかの実もし敵が使ってきてたら、うん、ゾロだけが攻略できたら面白くない、いやなるほどね、そう自分の迷子の能力と逆の方向やから、なんでこっちが分かるみたいな、敵が切られるみたいないやダサ面白くない、いや、アニオリでやってくれって感じやな、いやいや、ちょっとロングリングロングランド編でやったら面白かったのと、ちょっと後半出てきたらちょっと萎えるけど、いや、そうやね、うん、いや、なるほどね、まあすごい面白い能力ではありますよね、なるほど、面白い、そうそうそう、じゃあ僕の6個目、ようやく折り返しですよ、はい、黒一色さんからいただきました、はい、俺のガキの頃想像した悪魔の実一覧ということで一覧が送られてきてるんですけど、ほんほん、この中で大会の実を選びました、全部のダイヤルが体のあちこちから出せる全身インパクトダイヤル人間最強、これ意外と、ちょっと強いな、強いよね、おインパクトダイヤルって言ったら相当衝撃を吸収してバーンって放つっていうのさ、ウソップもさ、ちょっとルフィには負けちゃったけど前線してましたし、空島の人たちもあれを結構大事に道具として使ってるやんか、うん、じゃあ結構ダイヤルってワンピースの世界で重要だなって思ったら、これを自由自在に取り出せるんだったら、じゃあ例えばね、ルフィのなんか技とか、まあ、いろんなものとかを吸収しまくって、おめちゃくちゃ強いやつでバーンってやってたら、え、だってね、リジェクトって当時5億ぐらいの強さがあるって言われたエネルを一応1回は心臓止めてるからね、そう心臓止めてるからな、そうだから相当威力高い、エネルのチート能力の心臓マッサージとクンっつってもう蘇っただけで、そう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 、そうじゃあカイドウのね、うん、その雷鳴発見とかを、うん、ルフィがこう殴られる瞬間にこれチャッてこうってあの録画みたいにしといたらそれ雷鳴発見と同じ技使えるって意味やんすごいな、それは確かにすごいくない、最強のカウンターやね、そうそうそう、なるほどね、そう盗ましてもらうぞお前の威力とか言ってなんかパーンってこうやっといたら意外となんか実用的だなと思って、あ確かにザコはね、あの火吹いたらとかなるしね、そう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 、でしかもあの盗聴とかもできるからね、トーンダイヤルに入れてすごい有用性高いですよね、そうそうバトル以外にも、そうそう、なんかだからすごい良くない、なんかいや徘徊の実めちゃくちゃいいですね、そうまあやっぱりあれですかね、まあ、僕の世代ですごい流行った私は怪になりたいに影響を受けて思いついたんですかね、そうかもね、じゃあ続きましてシュップ太郎さんからいただきました、はい、この方もたくさんいただいたんですけども、その中で僕が言ったのはコピコピの実、コピコピ、そう触れた能力者の能力を1人分だけコピーできるっていう、コピコピってなかったっけ、ありました、 USA でもなかった、ちょっと今スタッフに調べてもらってください、ほらほらほら、ユニバーサルスジャパンの、 あのプレミア賞の中にカメレオンって唯一小田先生があの書き下ろししたキャラクターがいるんですけど、それがコピコピの実なんですよ、全く一緒、小田先生かもしれない、いやでもね、あの本編でまだ出てきてないですし、そうそう、その下のわらわらの実とかどうですか、いやわらわらの実もすごいよ、触れた箇所で自分自身に想像した罠を仕掛けておけるんで、はい、そうだから相手がここ殴ってくるなと思ったらここになんかこのねネズミ捕りみたいなの仕掛けといたらここになるから、
弱いな、まだ。いや、確かにそうやな。はい、じゃあ僕の7個目いきます。はい、村正さん、ありがとうございます。はい、悪魔の実考えるのって割と難しくないですか？俺、友達と新しい悪魔の実考えようって言ってて、出たの。はい。パチパチの実の静電気人間だけだったんですけど。え、なんで紹介しちゃった何が？どういうことですか？箸休め、これ箸休め。そう、だからゴロゴロの実とかさ、今もね、和の国では電気走ってたりするやんか、はいはい、で、あのミンク族もあの悪魔の実だけ食べてなくてもエレクトロっていうのが電気使えたりするやんか。そんな中、静電気人間っていう髪の毛ちょっと立つよぐらいの声が冷静に考えたら泳がれへんようになるし、静電気ってちょっと痛いじゃないですか、うん、もうデメリットしかなくない、その悪魔の。いや、もうこれすげえインスタ映えすると思う。今さ、髪の毛立ってるなおみたいな感じで撮って、いやいやどっちかっていうとまだベリーグッド大した方がいいよ、ベリベリの実。いや、二人でなんかやっといてんよ、YouTube でも。いやいや、伸びなさそうやな。分離先生できるやつだけど、静電気できるやつだけど、しかもケボールみたいなの作れるやん。いや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 、それがめちゃくちゃ怒られるわ、ケボール。え、何が？ケボールは延長した時のレベルやからね。何が ということで、僕はですね、カブトムシ正樹さんからいただきました。ありがとうございます。ヒトヒトの実モデル千手観音。あんたヒトヒトの実多くない今日なんか。いやいや、これすごいなと思って、千手観音。我々なんか大仏しかないと思い込んでるやん。それでも千手観音ってもうなんかもう最強じゃない？え、千手観音和子さん。そう、和子さんって誰？え、知らへんねんけど、森さんちの黒沢さんがされてるキャラクターです、ね、あ、そうなんですね、はいはいはい。まあ、僕が思ったのは、まあ、実際海軍に今鬼雲って言ってね、千手観音みたいなやついるんですよ。足りてへん、足りてへん。千本までほど遠い。手が足りてへんよ。そう、みんなあいつのことを、雲人間やろとか言うてるけど、甘いね。実はあれ千手観音8本しか出してない。え、まだあるの？実は実はまだ生えてくる。生えてくるってない。成長途中みたいな。そう、だからあれは人獣型の途中なんや。人獣型 20% みたいな。そう、だからこれから先にいっぱい千本ができる。あ、そうなの。強くない千手観音。カブトムシさんはどういうつもりで書いてはったんやね。なんか能力とかも書いてほしいよな。あ、確かにね。千手観音でした。じゃあいよいよ8個目ということで、はい、はい、マルコさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ムシムシの実モデルゴキブリ。え、どうすか、存在だけで半分くらい倒せそうっていうことで。いや、もう想像してください、テラフォーマーズを。いや、めっちゃ強いな。そうです、めちゃくちゃ強いな。めっちゃ強いわ。いや、もう海軍のその辺の雑魚兵いるぐらいだったら、もうこれぐらいあって、めちゃくちゃゴキブリの繁殖力がすごいから、自分の分身みたいなゴキブリ兵をたくさん作ってうわーって走り回っとったら、もう戦う前からしても逃げ出したいやん。おー、そう、しかもさ、まあ、さっきも出ましたけどね、ペローナ何が弱点でした？虫。黒光り星だったんで、ゴキブリわーってなって本人も気絶したりするやんか。確かに。っていうふうに、やっぱりゴキブリ苦手な人多いのよ、全部。まあ、確かに確かに、まあ、そう考えたら相当強いことが分かる。そして万が一の時は飛べるようにもなるし、知ってたゴキブリって追い詰められた時に、あ、頭が覚醒して IQ300 なのって。すごっ。その瞬間に飛ぶことを覚えるって。やば。そうで、飛んで覚醒してるやん。そう、男じゃなくて女の子とか子供とかちょっと見た目が弱いと思うところに飛んでくるんだって。へえ。一瞬で爆発するんだって、そのなんか IQ が。ちょっと待って、めっちゃ飛んでくるのは俺のとこに。なめられてる。おい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 、虫けら風情が。そう、そういうことなんです。だから頭もいいんですよ。でも太古の昔からさ残ってるわけ。言っても竜竜の実とかも強いですよ、はい、でも死んでますやん恐竜は。まあ確かにね、ゴキブリ生きてますからね。ほう、そう思ったらもう最強生物って実はゴキブリちゃうの。なるほど。そう、だマルコさんすごいいい着眼点だと思います。これはいい着眼点だよ。いそのマルコじゃないんだろうね。ああ、なるほど、はいはい、まあということでですね、僕はそれ思うんですけど、パックに頼んで多分巨大ゴキジェット作ってもらったら一瞬ですね。それでは僕の方の8個目紹介しようと思います、はい、ヒトヒトの実モデル一般男性。またヒトヒトの実。何モデル一般男性。いや、これ最強の実じゃない、モデル一般男性って。え、トップンですか。そう、オロチマルの声真似もできるし、石原さとみさんとかとも結婚できるし、もうこれもうめちゃくちゃいい実やんっていうことを思ったんですよね。うん、よくない。一生してますけどさ。いやいや、じゃあ逆に考えてほしいんやけど、買い替えの実のやつと結婚もするかいし、原田さとみは。いや、素敵だね、ミルキーダイヤルの君みたいな。いや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 、でもカイじゃんみたいな。え、お前カイになりたいんやろ、ははみたいな。あんただけあんただけやろ。え、絶対 SSSKKK さんはこれちょっと狙いに来てるわ。ほうほんまに。名前やらしいはちょっとなんか受け取ったのみたいな。いやいや、これ言うといたらそうやは選びよるやろ。見えんもんだって。だからもうみんなすごい興奮やったし、ここだけコメント5件とか6件とかついてたからね、もうみんなすごい、あ、ひとひとの実モデル一般男性で興味津々なんやなと思って。やっぱり一般男性って求心力がすごいと思うんだよ。
よ。だって芸能人とかの結婚ニュースの中で一番多いのはこの一般男性さんですからね、はい、他の人は有名人やとしてもその人は一人しか結婚してないから、ね、あくまでの能力なくても結婚できるからその人たち、ただ泳げなくなってるだけやからこの人は。いやいや別にもうね、興味陸で生活するじゃないですか我々人は、うん、泳げないことなんて別に結婚に影響しないんですよ、うん、これもう全婚活男子が今欲してる悪魔の実ナンバーワン、ね、だったらもう人々の実モデル木村拓哉とかモデル小栗旬とかの方がいいやん。いや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 、大女優とかアーティストと結婚できるし。いやいや違うのよ、じゃ小栗旬とかになって一回街歩いてみたくない、ほんまに。それは歩いてみたいけど。そうでしょ、うん、まあ SSSKKK さん小栗旬になろう。はい、続いて僕の9個目ですね。はいはい、セガオセガオさんからいただきました、ありがとうございます。あます。クサクサの実、幻獣種モデル、ユグドラシー。おー。これ壮大じゃないですか。もう、木やん。そう、木やんね。ユグドラシーって、まあ日本で言うと、世界樹っていうふうに言われてますけど、はい、ドラケンって世界樹の葉とか、で、命が生き返ったりとか、うん、とんでもなく治癒能力が高くて、北欧神話の方の、まあ、すごい宇宙観のある、まあ、木らしいんですけども、はいはい、オンリー、ロンリー、グローリーっていう、わかります？わかりますよ、バンプですね。そうです、はい、誰かのために生きるというっていう、はい、あの名曲ファイヤーサインが入った、はい、ユグドラシルというアルバムがですね、バンプオブチキンからリリースされておりますね、はい、それ言いたかっただけっすよね。何が何が何がユグドラシル、いやユグドラシルってすごいこと。いやなるほどね、いや確かにドラクエにバンプやわユグドラシルって。いや皆さん考えたことがありますか、宝珠、アダムとかイブがもともと能力によってできたかもっていうことを。ユグドラシルが生み出した。そう。いやまあちょっとありえそうやもんな。そうなんです。なるほどね、はい、以上です。はい、やっぱみんな最強の悪魔の実っていろいろ考えたりしません？はい、実際そのワンピースの時でもゴロゴロの実が最強って言われてるだとか、はいはい、まあ、闇闇の実が強いとかグラグラの実が世界を終わらせる能力やとか言われてるんですけど、はいはい、今回その最強の実シリーズにもう終止符を打たれてしまったんですよね。それを超えるの難しいね。はい、はい、ユーリフーリーさんからいただきました。なになになに、つよつよの実、え、勝負に絶対勝つ。え、何ですつよつよの実って。いやいや、まあこれ何歳の方が考えたかわからんけど、なんかこういうすげえ雑な小学校の時に考えたりせんかった。いや7歳やろ。いやいや一応ね、 YouTube で12歳以下見られへんから。いや親のアカウントだ。え、何ですかこれは。え、もう可愛くない、強強の実。何そのミヒマル GT みたいな感じ。いやもう勝負に絶対勝つやで。いやずるいやん。いやいや、もうやっぱね、あのね、甲子園でもそうなんやけど、やっぱ勝つと思ってる方が結局勝つのよ。もうこれ根性論みたいなとこ最後あるわけ、うんうん、だからもう強強の実こそがもう最強の実だったんですよ、うんうん。だって、うわ、あいつ超強強じゃんみたいなとか、うわ、ハイパー強強強強主人公やんとか、うん、まあ、なると思うんですよ、強強の実食ってたら、うん、まあだから、まあ、強強の実を食ったら最強になるんじゃないかっていうことを思いますね。いやもうワンピースの物語を全否定してるよなこれ、ほんま。え、何を考えてんのほんまに。じゃあ僕、最後さっき発表していい？10個目10個目、はいはい、最後は、僕これを超える最強の実見つけました、はい、オダオダの実。いやだからワンピース界の頂点に君臨し、全てを知り尽くす、どんな強さ、自然法則もペン先一つでちょちょいのちょい。何がちょちょいのちょいやろ。誰それ。しかもこれ T ヨシさんって書いてるんやけど、うん、もうなんかもう実質ツヨシさんみたいな雰囲気も醸し出してるやん。何がちょちょいのちょいの。これはちょちょいのちょいだろうけどさ、言い出したらきりない。何オダオダの実、オダオダの実、オダオダの実って。もうなんか最高だと思って、オダオダおい、真剣に考えたわ。ねえ、みんな日一つでちょちょいのちょい。だから我々が日々こうなるんじゃないかとか話してても、もう全部無駄なんよ。ペン先一つでちょちょいのちょいやから、もうこれは俺も意味ないんだなっていうことをすげえ思って。俺めっちゃ欲しいその能力。いや、無理。え、なにこれ。なにちょちょいのちょいって。いやいや、やっぱ小田小田の実は今小田先生が食べてしまってるんで、あ、もう一個しか現存してないんだね、このようにね。そうそうそう、だから黒ひげに頼んで一生懸命あの小田先生倒してもらうしかないです。あ、そうなんだ。そういうことなのね。はい、そういうことなんです。なるほど、はい、じゃあ僕の最後発表しますね、はい、TA さんありがとうございます。人人の実モデルシャンクス。いや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 、どういうことで。結構ね、これ大真面目にこれ選んだんですよ。どういうこと。あの人の名前がモデルになってること、まあ、まずないやん。はい、そう。でも今もう幻獣種ってものがある以上、誰が来てもおかしくないと思うし、じゃあ結局幻獣種っていうのは人が空想した生き物やんか。例えば古代種の竜類の実とかって昔いた生物やし、はい、まあ、リトルガーデンも今もいるやんか、はい、実際にいた生物もいれば、うん、空想の中から出た生物もいる、うん、その間やと思うね、シャンクスって。
って、はあ、じゃあ僕シャンクスはちょっとまだ生きてるからないとしても、うん、これがありえるんだったら人々のみモデルゴールドロジャーがあるほうそうもういないとなったらねそれが悪魔の身に転生して俺は死なねえぜ相棒と言って倒すほうそうロジャーの能力は何か知らないしロジャーがどんなことができるかわからないけどロジャーの決心みたいなものを持ってたらそれって最強じゃないのだって海賊王だもん見やろってはいはい、まあ、だからフェイトみたいな世界観ですよねすごいその魂が宿った武器とかがあって精霊として現世に蘇るみたいなそうそうそうはあなるほどなるほどそうだから人の身モデルロジャーを食べたシャンクスのグリフォンとかさほうでももうちょっと分からないこの先ルフィに待ち構えてるなんか最後の海賊みたいなのかも分かんないしおおそう何かしらでロジャーは生きていると考えた時に悪魔の身になってるって多分誰も言ったことないと思うんだよね確かにねそうだからそのぶっ飛んだことこそが多分視聴者まあ、小谷ちゃんクルーのすごいところだと思う確かにそうだってモデルね青龍とかもう会ったことあるいや見たこともないやんか、ねうんまあ、ゴールディロジャーがあってもおかしくないとおねだからそうやってビブルカーブ作るにもさ自分の爪削って渡してさ命の紙と言われるものを作ったりできるのか自分の何かしらのことを残すことができるんですこの世界はなるほどそうじゃあ僕はもう人にモデル、まあ、シャンクスって感じはちょっとあれやけど、まあ、ゴールディロジャーこれじゃないかもし悪魔の実が人もなるんだったら、まあ、やっぱり人の実モデル小栗旬をちょっと食べたいですねそうだから先で言ったらちょっとドキッとしたもので、ね、ドキッとしたいやなるほどね実際ね小田先生がどこまで参考にされてるか見てるかもわからないですけど僕、はい、高橋留美子先生好きなんですよ、うんうん、高橋留美子先生一番の好きなのが僕ランマなんですよおランマにも受仙郷っていう呪われた泉ってもあるんですけど、はいはい、あそこめちゃくちゃあるんですよ泉がありますねそれぞれ溺れた人がいるんですよモロでもいいんですけどそこに次の人が溺れるとその人に水をかぶったんだって呪いにかかるんですよだからそうだからランマってリャンニーチュアンって言って女の子が溺れた泉って言ったんだけどそこに落ちて溺れたから水をかぶると呪いで女の子なんですよねランマはあそういう設定なのお父さんの早乙女玄蕃はなんでパンダになるか昔そこでパンダが溺れたっていう伝説があるからパンダになるわけでそうっていうのと僕は似てるから悪魔の実の作り方って思うんですよはい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 なるほどねはい呪いみたいなもんなんでぶっ飛んだ回やったな今日いやでもちょっとなんか、ね、僕らでは想像も及ばない世界のお話したちょっとめっちゃ面白かったですいや興味深かったですねねえ、はい、この中でじゃあ一個対象を選ぶとしてどれですか対象ですか、はいまあ、やっぱり僕はオダオダの実ですかね僕はねディグダです理由をお話ししますの方ですねやっぱねこの微妙な空気どうしましょうかまあね小池さんも今日あれですもんねギンギンの実食べてきてらっしゃいますもんねで何言ってんのいやほら銀行員っぽい雰囲気かもしれないからね半沢のって言われてそうな感じですねそれでは See you 絶対高評価はしてるいや高評価5以上やったらもう一回やるからないや絶対コメント欄残してほしい今日もまだコメントにあのみんなの考えた悪魔の実教えてください来週やるから高評価3000以上でやるよ3000ね5じゃないよ3000頼むな、はい、頼むぞ、はい、女子も頼むぞ見てるかな頼むそれでは See you 頼むで頼むリグザさんパート2頼むで今日も一日お疲れ様ですおーいチャンネル登録してるかなんなんいきなりでもしてねそうそう LINE スタンプリニューアルしたぞツイッター、LINE アットもやってるから絶対フォローしてね今聴いてるオリジナルソングも配信中お風呂の前は小屋っきーチャンネル